皆さん本当に応援ありがとうございます。昨年3年間ちょっと IA1 で走っていて、ずっと怪我が続いていて、辛いシーズンを送ってたんですけど、まあ、今年から新規一転 IA2 で、チーム B の方で、走らせていただくということで、本当監督佐田さん、そして、メカの大島和、そして田中ちゃん、そして川崎重工の KRG の皆さんが本当に、いいバイクといい環境を作ってくれて、本当に楽しく、いいレースができたと思います。そしてずっとトップ争いしていた勝谷選手のチームの監督のジュニアエース横山さんにも本当にいつもお世話になっていて、そして昨年、ずっとお世話になったパーク神戸のお世話になった中尾さんも天国から見ていると思うんで、本当に優勝できてよかったです。本当にありがとうございます。応援ありがとうございました。勝つつもりでいたんですけど、勝てなかったんですけど、前の2人が勝谷さんも友則さんも2人ともすごく速くて、ついていけない状況でなったんですけど、結局2位になったんで、この次ヒート2もあるんで、ヒート2は絶対勝つ気でやるんで、皆さんよろしくお願いします。あとみんな家族のみんな、スポンサーの皆さんや支えてくれる人たちがいるんで、絶対勝ちたいと思います。気を付けてくださった皆さん、本当に来てくれてありがとうございます。僕はワースチームでもないんで、あんまり偉そうなこと言えないですけど、みんな来てくれるモトクロスをみんなでやりたいんで、これからもモトクロスよろしくお願いします。で、鈴木のバイク、僕のストックバイクなんですけど、鈴木のバイクすごい走るんで、これも鈴木乗ってください。